始まりました、ノーカットじゃーん。めちゃくちゃいい景色のところでお昼ご飯食べてます。もう食べ終わった、しんちゃん。これパン食べた。あ、しんちゃんはパン食べてる。このやばいで、この景色からのこれ、マジでマジで。あんま食い差しのパン写すなよでもいっぱい食べてんな。うまい、マジうまい。いや、すごいよな。なんかさ、こういう空気でさ、食べんのいいよな。いや、ほんまにあんまなくない、こういう空気で食うのって、うんうん、タイミングも良かった、みんなこのご飯食べに来る時で。まあ、確かに。めっちゃ混んでるから今、逆に。ほんまや、めっちゃ人多いやん、ここ。でもこうやってほら、みんな見て、この、こうやってここで撮れんねんな、このバックで写真よね。うん、でもこういうとこってさ、普通にテレビとかしてしか見てないから不思議よな。確かにな。だってあんま来たことないやろ。マジでうちないで。でもさ、イッテQとかもしさ、あまりそう、そうやで、イッテQとここでも、そうやろ、そうやろ、よくも悪くもこういうとこばっか行かなあかんで。だからうちはどっちかというと、イッテQとかに2人で出た時にこういうファーストリアクション、なんかそこで初めて体験で全力でやりたいみたいな。無視とかめっちゃ多いとこ行くで。だからもうしょうがない、アマゾンとか守って、その時は嫌やって。でもそういうことやんな、やっぱそれ練習しなあかんってことやんな。練習っていうか、まあまあ虫とかの環境、うん、普通になってくる。でもうちおもろいと思うねんな、めっちゃ。なんか出してほしいよな、うん、イッテQ。しんちゃんはじゃあ何出たい、出るなら。イッテQって、やっぱりイッテQだけ。そうやな、まあ、前も言ってたけど、マツコ会議とかさ。あ、うちな、案外な、クイズグルナイとかもいいと思うね。クイズ番組みたいなあるやん、グルナイって、うん、ああいうの絶対おもろいね。うーん、大暴れできるやん。お前がアホやからな。で、しんちゃんとうちで大暴れすんねん。なんでじゃ巻き込むなよ、お前それの。でもな、しんちゃんって絶対芸人さんとかに可愛がられそう。どうやろな。やったら、お前だってさ、芸人さんっていっぱいさ、ボケたり突っ込んだりするやん。しんちゃんはそっち系やん、言うたら。いや、嫌やろ。ボケて突っ込んで。俺芸人じゃないのよ、そんなしてたら。でも頭いいやん、しんちゃん。よくはないやろ。じゃあ芸人さん、同じ芸人、本職の人の女にさ、やって教職する。教職、教職な。あ、教職か。俺別に突っ込んちゃうから、訂正したいからな、お前に対して。でも突っ込み上手ですねってコメントくれ、突っ込んじゃない、訂正しとんねん、こいつの変なこと。訂正、人としてのな、お菓子行かれて。今日もな、飯の時もな、スタッフさんたちとな、撮影の合間休憩できたからな。今休憩中なんよ、ちなみに。ご飯食べに行こうかみたいな時もな、うん、刺身食いたいって言って、こんないい景色のカフェあんのに、あ、いい、刺身なんて、刺身なんて。お菓子やろ、人として。こんな目の前で、こんな景色で飯食うなんて人生に数回しかないわ。刺身、下に刺身やったら刺身行こう。下ギーが合うって、だからこういういい景色で刺身食べたら美味しいかなって思ってて。え、ないって言ったら、あんないわ、ないわ、カフェってあんない、ない待って、持ってますこいつ、こんな言い方しない。んじゃいいですよ、余裕は。ほんまにそんな感じの言い方やって。こいつ恐ろしい、裏目みんな見てほしい、いつか。でもな、マジでな、うちな、裏 見るやん、うん、多分みんな、うん、もっと好きになってくれると思う。じゃあ出したいやん。いやいや、出したいやん。まだ恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっとごめん、うちみんな恥ずかしいから、今まだ裏を出すのは。でも確かにこの景色いいよな、マジでな。よくない、ほんまに。すごいね、これ映したりや。あ、いいやん。映してる、映してる、ほら。すごいよな、やっぱその外国人が多いってことは、そんだけ海外とか見てもいい景色ってこと、トップってことやんな。そうそうそう。だから言ったらさ、東京で言ったら原宿も結構観光客やん、うんうん、それと一緒ってことやろ、一緒一緒、ここも。そういうことや。ほんまに半分ぐらいの観光の方やんな、うん、そんだけ有名なの、世界で。すごない、うん、すごいすごい、うん、すごい。あ、え、結婚式や、ウェディングフォトちゃん。やばない、うちらもやりたい。アホやろ、結婚式。まずさ、でも顔映ってなかった、顔映らなかった、この箸で、うん、すごっ、みんなちょっと今な、ウェディング目の前でめっちゃいい、あれでウェディングドレスとタキシード着て、花束を持って写真撮ってるの。うちらも練習になるな、参考の。ならへんって、なんでお前とやんの。でもすごい、だからでもさ、あれなんかな、だからそう、ここで知り合ったとかなんかな、うんうん、そうとか、お互い趣味がこれとかやろうな、やと思う。そういうのいいよな、やっぱそう思うと。って考えたら、しんちゃんスノボー好きやん、うん、うちもじゃあ無理やりスノボー好きなのなかな。気合入りすぎやろお前。どうする、スノボー行こうって言い出したら、めっちゃもう、うちらの YouTube スノボーばっか。スノボーチャンネル
ハマりまくってもハマりまくってそれでおもろいな。うわいいな、なんか優しそう、あの旦那さんなあ絶対優しいやん顔、うん、うわいいね、人って顔に出るからね、優しいとか、マジで俺別に出てへんやん、あれがお前人相悪いやねん言ってへんからお前やろ、ほんまに。いや、うちマジ結構優しいって言われんで、うまいよ、まあみんな、うわすごいな、いや、もう なんだろうな、ほんまにゲレンデとかで知り合ったらめっちゃロマンチックやな、うん、なんかスノボーとかしててさ、わかるわかるわかる、たまたまリフト一緒になって知り合ったとかだったらすごいな、え、もうそんなんめっちゃなんかドラマみたいな、うん、ドラマ出たくなる、うち見て見つめ合ってる、うちらは見つめ合おう、うわ気持ち悪い、お前お前化け物やな、やっぱお前、お前すごいわすごいな、え、うちなほんまにな、何分のカットね、今何分ぐらい6分、あ、もんなもっと食べる、だってさ、そんなもう、でもほんまに今回な、旅、旅行のノーカットあるやん、マジで結構オンとオフあるよな、ウェンちゃんな、そう、そこも楽しんでほしいな、確かに、今まであんまなかったくない、まあ少ないな、まあまあそうやな、あったはあったけど、人間味が見えるんちゃう、めっちゃ人間、まあ待って待って、それは変やからね、普通ノーカットしんちゃん、なんとかなんとかにさ、病気やってなんでノーカットでそれオフショット言うてんのにさ、それやってさ、でコメントでさ、俺がそれについていけんかったらさ叩かれて、なんなん慎太郎くんマジなんか、うん、なんか静かで、もう静かで元気なくてもっと頑張った方がいいですよ、なんでマジならんかん、ただで見とって金払ってみてたら分かるわ、それ毎回思うわ、 YouTube とか金払ってみてたら分かるで、4000円何なペーパービュー払ってな、やったら俺もそれは失礼や、そんなしてたでも見てくれてるその人がやっぱ1回数何やなんて分かる、まあな、それに繋がってるから、ありがたい、めちゃくちゃありがたいけど、うん、それでコメントしてくるのはなんかそのあちゃうわと思うね、いつそれはな、例えばじゃあ僕の単独イベント来てね、なんか敵やってね、それで文句が確かにそれはそうや、あそ目見て眼球で見てるわけやからね、 それはこっちはしっかり、あまりいいですか、あどうぞ、はい、楽しんでもらえるか思ってるけどな、誰やったの、横いいですかって、やそれは確かにセリフはなんもないけど確かにな、うんっていうね、うん、まあ俺の持論なんやけど、けど見てくれなきゃほんま嬉しいで、ありがたいで、ありがたいよな、ほんまにマジでっていうのはまあ思いますけど、うん、なこれからもだからな、見てほしいしな、うん、いっぱいな、ノーカットも好きになってほしいな、みんな、まあ、好きな人多いな、好きで、ほんまにな、ノーカットな、えぐいぐらい好きな人多い、俺にでも DM 来るぐらいかな、なんてなんか、慎太郎の YouTube と夏美ちゃんのノーカットが大好きです、そうなんや、わざわざノーカットで書くからな、すごいよな、うん、しかもさ、うちすごくない、ノーカットってワード生み出したん、確かにすごいよ、あんまおらんくない、おらおらおらん、うち上げてる人おるんかなと思って上げたら、その勉強してるとこの1時間作業用みたいなんで上げてる人おってん、うんうん、それがすごいな、まあ沈黙にもならんしな、2人で喋っとって、確かにノーカット、うちらマジでさ、あのさ、ならんよな、ならんならん、なんでなんやろな、それって相性いいんかな、はぁ、あ、おいで、じゃあ行こうか次、はい、じゃあみんなありがとうございました、お昼からも、あ、じゃあみんなにもちゃんと何回見せんの、いい景色を見てください、みんな大好き、何言ってんねん、バイ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 って言って、バイ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 